べて ACU にお任せください。はいどうも、マナブ18号です。グッティテルです。はい、今日も来ました京セラドーム。今日勝って勝ち越しましょう。サンズボーアがね、もう調子上がってるんでね、もうランナー貯めてサンズで返す、このパターン、はい、このパターンに行こう。そしてボーア選手もね、ヒットが出てきてますんで、ホームランなかなか出ないけど、ええところヒット出てますんで、はい、ホームランみたいな。ホームランみたいですね。あ、今日デーゲームで、はい、巨人負けました。よっしゃよっしゃイエーイ、やったー。何泣いてるやん。泣いてないわ。悔しくて悔しくて泣いてるんじゃん。泣いてません。泣いてへんやった。泣いてません。全然。今日は秋山投手、はい、秋山投手に頑張ってもらいましょう。はい、これ見て、このマスク、これ甲斐くんのマスク。あ、本当だ。62番。これ今甲斐くんおんねん。あ、本当だ。甲斐くんおる。めっちゃ甲斐くんな、この甲斐くん。可愛らしい。そうやろ。いいじゃないですか。今日は甲斐くんで。甲斐くんで。かーい、甲斐甲斐かーい、かーい。じゃあグッティはちょっと、はい、ハーフユニ。僕はハーフユニなんで、はい、こっちが阪神で、ね、こっちが巨人。違う阪神のそんなないでしょ。昨日動画編集してて分かってんけど、メガネ途中で変わったよな。オープニングこのメガネやったのに途中であの白メガネになってるから、途中で買ったんかと思った。京セラドームの中で買ってない、買ってない。元から売り子から売り子でそんな売ってんの。メガネどうですか。メガネどうですか。買ったんかと思った。下駄もなんかいいね、さすが江戸っ子やなって感じ。さすが東京巨人ファン。東京ちゃうから、大阪やから。今日はちゃうんやな。今日はちゃいますけど、普通はもう今日は足痛すぎて。ほんまの足の裏。京セラドーム行ってきます。はい、よし、よし。おう、ダンドイ、弾き返せ、はい、行こう、期間下の日まで。おあら、で、入ったけど、入ったけどもよ、いいだからあれ。おお、落ちろ落ちろ、よっしゃからずっとタイムリー。4打席連続タイムリー。美味しいもん探しに。美味しいもん探しに行きましょう。あるんか、何かありますか。あ、まあ、京セラドームならではのな。名物がいいですね。名物がいい。昨日が伊手前ドッグ。伊手前ドッグ美味しかったですよね。ああ、今日はな、ケンタッキー行こうか。ケンタッキー名物。ケンタッキーどこでもあるケンタッキー。はい、今日はですね、伊手前猛牛カレー。もう肉が、肉がすごいよこれ。おお、すごい。めっちゃ蓋開けただけでめっちゃいい匂いしてくる。肉がお客様にお願いいたします。すごい。タイガースの攻撃はサンズや。ちょっとカレー食ってる場合じゃない。ちょっととりあえず、うん、まっ、肉も柔らかっ。サンズみたいな。おいしいおいしい。適当なって思った。その人もカイ君絶対俺見たな。いや僕ですって。いや俺やって。完全に。二人でええやんもう。お。あ。あら。カイ君。カイ君。行きすぎや。お。あ。あ、やっともうたー。絶対さよならしたる。結果よ。いやいや、これ負けみたいなもんやで。
ほんまに負けみたいなもん。マジ負けですよこれは。2対2の引き分けやけども、初回の2点だけやからね。大山選手のダブルプレーの間の1点と、まあ、その後ボア選手タイムリー打ったけども、その2点だけ4安打、ね、昨日14安打今日4安打なんでこうなる。松山選手にタイムリーヒット打たれて、岩崎投手の暴投、もうそれもね、海君、上田海選手のエラーがあっての暴投の1点やから、ちょっとエラーが多かった。初回熊谷選手がねポロッとやっちゃいましたからね。ポロッとやって送球もミスして、相変わらず内野の守備がちょっとな。ただ海君な、そうですよ、うん、そうですよ、今日あの、ね、守備ついた時な、ね、ちょっとよー言う、おあのタオル、タオルだあの海君のタオル持って、はい、イエーイ海君ってやったら、こっち向いてな、ペコッと帽子取って、しゃくしゃくいましたよ、ね、な、俺やった、完全に。いや俺ですって、完全に俺やった。いや今日内野やったんですよ、内野で近かったんですけども、はい、僕あのピンクの方、ファンクラブ限定の方のね、はい、海君のタオルわーってやったら、僕の方をこう会釈したんですよ。いやいや僕もやったから、完全に2人に会釈です。2人に、完全に俺やったな。2人やから、あだから頑張ってほしかってんけどな。もう映ってない俺大山選手がちょっとゲッツー2つ、ゲッツーの間の1点あるけど近本選手の連続試合安打止まっちゃった、まあ、止まっちゃったな、残念。ただ海君と目が、いや、まあ、また言うとんか、目が合いました。俺も目あったから、ってことで、はい、ってことで火曜日から、はい、巨人戦、はい、東京ドーム巨人戦、はい、おやっちゃおうで、やっちゃいましょう、3立て言ったれよ、言ったれ言ったれ、巨人さんよ、ちょっとこ次は3連勝させていただきますからね。え何が言えん、毎回マークあ、大丈夫大丈夫、はい、いいですか、勝ちます。それでは帰りましょう、はい、バイバイ、バイバーイ、おいおいおい、皆さん、ある方と出会いましたよ。金本元監督ですいや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 、カットかなあかん試合、初回の2点だけって、あ隅にいいやし、まあそりゃ2点でピッチャー2点で抑えろ言うのもまあなあ、あの2点で勝て言うても無理な話、ほんまに同点の気せえへんもん、うん、まあ、負けた感じで球場出てきた感じは、うん、兄貴も怒ってますわ、ほんまに。クライマックスがないんやから、うん、1位をやっつけんと、そうトップやっつけんと、そう戦と思わないから、うん、3位になった2位になった喜んでる場合じゃない、ほんまに1位とのゲーム差を縮めないと、うん、ほんまに1位に勝たんだから、ね、絶対にトップを下ろす。最後に皆さん、はい、最後に兄貴がモノマネ、あのモノマネですか。ヒーローインタビューを受けている時の福留孝介の口元。なるほど、ヒーローインタビューを受けている時の、ドメさん、福留さんの口元お願いしますシワ、顎のシワ顎がシワくちゃなってる、これ見てんのくちゃくちゃ言ってる、顎の最年長なんで顎のシワ怒られます、これ怒られますよ、似てるんですか、ね、兄貴。いや似てる、似てるけどくちゃくちゃ言うんですか、くちゃくちゃは分からんけどくちゃくちゃは分かんないけどなってるか分からへんけども、ドメさんの顎、口元、はい、ドメさんの口元でした、はい、なんちゅう終わり方やこれ、そんな終わり方ってことで